グランソンの戦いとは、1476年3月2日に行われたブルゴーニュ戦争の中の戦いの一つ、ブルゴーニュ公シャルルが大敗を喫した戦いである。グランソン包囲と中東軍の処刑、ヨハン・シュトゥムプフが、1476年2月の末、シャルル号炭公は、ヌーシャテルコ藩のグランソン城を包囲した。グランソンは、シャルルの同盟者である。 ジャコモディサボヤの所領であったが、前年にスイス名惑遮断に奪われていた。シャルルは大規模な傭兵部隊と共に多くの大砲を率いており、その砲撃の威力が明らかになるとスイス側守備隊は落城の恐怖に怯えるようになった。ベルン州の強い影響下にあったスイスは守備隊を救援すべく軍を編成した。援軍の接近を知らせる船がグランソンに向かったが、 ブルゴーニュ軍の砲撃を恐れ城塞に接近することができなかった。船に乗った人々は援軍が近づいていることを身振りで城塞の中の人々に知らせようとしたが、守備隊はこれを誤解し、降伏を決断した。グランソミア英知の略奪。1483年 D ボルトシリングが、ルツェルンで陳列された、グランソンの戦利品。1513年 D ボルトシリングが、 スイス側の資料の記述は、シャルルが除名を保証したので守備隊は降伏したということで一致している。シャルルに同行していた歴史家パニガローラは、守備隊は突進行の慈悲に身を委ねたのであり、その処遇の決定権はシャルルにあったと主張している。シャルルは守備隊412人全員を処刑するよう命じた。その情景を描写するにあたってパニガローラは衝撃的で、 恐ろしい出来事と記し、スイス国内は恐怖に満たされるに違いないと述べている。1476年2月28日、犠牲者たちすべてはシャルルの天幕の側を引き立てられ、木に吊るされるか、湖に沈められた。処刑には4時間かかった。スイスは守備隊がどのような運命をたどったかという知らせを受けないまま、包囲が解かれることを願いつつ、兵力を集めた。 この援軍は2万人強を数え、おそらくは、ブルゴーニュ軍をわずかに超えるほどであった。1476年3月2日、スイス軍は、コンシスという町の近郊で、シャルルの部隊に接近した。スイス軍は3手に分かれて進軍しており、前衛がブルゴーニュ軍と接触した。偵察が不十分であったため、シャルルは、 スイス軍の規模と人形を把握できず、スイス軍の前衛のみを援軍のすべてであると誤解した。シュビーツ、ベルン、ゾロトゥルンからの兵で編成された前衛部隊は、間もなく戦闘になることを察して、ひざまずき祈った。伝えられるところによると、彼らが、我らが、主よ、アベマリアと三回唱えたのを、ブルゴーニュ軍の一部が降伏の意思表示と見誤ったと、される。 いずれにせよこの行動は、ブルゴーニュ軍の怒りを買い、シャルルは攻撃開始の命令を下した。彼らは、慈悲は与えない、お前たちは、全員死ぬのだと叫びながら突撃した。ブルゴーニュ軍の騎士はすぐに、スイスの前衛を取り囲んだが、シャルルは重大な過ちを犯した。小競り合いの後、シャルルは、突撃を再行する前に砲撃で、スイス軍の兵力を減らそうと、 騎兵部隊に交代を命じた。まさにここの時、森の中を密かに接近してきたスイス軍の本体が姿を現した。すでに交代を開始していたブルゴーニュ軍は、より規模の大きいスイス軍、第二陣の出現で混乱に陥った。生前たる交代は、敗走に変わり、ブルゴーニュ軍は山を乱して逃げ出した。シャルルは混乱する軍の中にあって、立ち止まるように大声で命じ、 逃亡する兵士を剣のひらで撃った。しかし始まってしまった敗走を止めることはできず、シャルルも逃げざるを得なかった。スイス軍はブルゴーニュ軍を追撃するのに必要な騎兵部隊を持っていなかったため、両軍とも犠牲者はほとんどなかった。スイス軍はわずかな損害でヨーロッパで最も偉大な公爵に恥をかかせ、最強と恐れられた軍の一つを打ち破り、 莫大な財宝を手に入れた。シャルル自身から得た戦利品が最も素晴らしかった。それは宝石、金銀器、タペストリー、そしてブルゴーニュ軍の大砲の大部分といったものであった。スイス人は当初それにどれほどの価値があるかわからなかった。この時の戦利品のごく一部と考えられるシナジナは今日でもスイス各地の博物館で展示されている。また、 わずかに残された大砲類は、スイスのヌーシャテルに近いラヌーブビルの博物館に収蔵されている。この戦いの後、スイス兵はまだ同胞が木に吊るされているところまでやってきた。これを目撃したペータマン・エッテルリンはこの光景を、暴君の手により、公主刑に処された、高潔な人々が無残にも城の正面の木々に吊られて、間もない姿のままあった。 それは悲惨で哀れな光景だった。一本の大枝にな内し二十人の男が吊るされていた。木には下へ曲がり吊られた人間でいっぱいだった。父と息子、あるいは二人の兄弟や友人同士が隣り合わせで吊られていた。惨めな姿でぶら下がっている彼らの姿を見つける。名誉によくしたのは彼らの友人やいとこ、あるいは兄弟だった。高級と悲嘆の中に最初の怒りと苦痛があった。 と記述している。シャルルは捕虜を殺すことで、スイス人の指揮をくじこうとしたが、むしろ逆に彼らを結束させ自らの破滅を招く、結果となった。1476年6月、ブルゴーニュ軍は、ムルテンの戦いで、スイス軍と戦ったが、完敗した。ダグラス・ミラー、P23 から24、フローレンズ・デュラー、ダイ・バージェンダー・ブート、QV 翻訳元特化 ありがとうございます。